さかあの子がラブラモンと融合しプルートモンとなっていようとは。僕たちも本当に驚いてしまって。うち今でも信じられないよ、葵さんがあんな風になっちゃったなんて。だよな。世界を一つにするとか間違いを正して導くとかわけわかんないこと言い出すし。あいつ、サキを助けられなかったこと、サキが最後の瞬間に自分で手を離したこと、すげえ気に病んでてさ。俺、サキがどんな気持ちで手を離したか分かってやれよなんて言っちまったけど、そういうお互いを思い合ってるからすれ違うみたいな、そんな状況が苦しくて、やっぱサキを失ったことを受け入れられなくて、ああなっちまったのかも。結局俺は葵の苦しみを理解なんてしてやれなかったんだ。お兄ちゃん、葵さんは人間も獣もみんな一つになって同じ気持ちを共有するんだってそう言ってたよね。俺たちいつも勝手ばっかりして葵さんに怒られてたからな。本当はそういうのずっとずっと嫌だったのかな。俺はそうは思わない。確かに葵は協調性に固執するところもあったが、ミノルたちを疎んじていたわけではないはずだ。僕もそう思うよ。葵はいつも僕らを心配してくれてたんだ。うん、それに今だって僕らや世界のことを心配してることには変わりないんだと思う。そう言われりゃそうなのかもな。選ぼうとしてる道が過激なだけなのよね、きっと。だが葵の導き出した答えを肯定することも、これからやろうとしていることを見逃すこともできない。いや、するわけにはいかない。もちろんだよ。何としてでも葵さんを止めないと。うん、みんなで葵のところに。で、アグモン、まさか今の音。なんか僕お腹空いちゃったみたい。そういや俺も葵さんを探し回ってる間何も食ってなかったしな。ならば今のうちに食事をしていったらどうじゃ。さあすっか、腹が減ってちゃ戦えるもんも戦えねえしな。そんな時間はと言いたいところだが、今のうちに英気を養った方がいいのは私も同意見だ。もとより教授春も同じ考えだったようだしな。みんな空腹だろうと思ってね、大したものはできないが簡単な食事を用意してみたよ。うわはは、ご飯だ。え、いつの間に。実を言うと、君たちが葵くんを探しに行っているのをここで待つ間、私も何かできないかと準備を進めていてね。そうだったんですか。全然気づかなかった。私は君たちを頼ってばかりだからね、せめてこれくらいのことはしたかったんだ。葵くんの料理には到底及ばないが、とにかくみんな席について食べてくれ。よし、みんなとっとと食って力をつけて葵を追いかけようぜ。いや、とっととって最後の食事なんだしゆっくりって。そっか、これがここで食う最後の食事なんだな。
ミュウ、お前は育ち盛りだからな。俺の分分けてやるからいっぱい食え。ちょっとそんなこと言って苦手なおかずこっちにやらないでよ。次はいつ食えるか分かんねえだろ。できるだけ腹を満たしておいた方がいい。だったらなおさらお兄ちゃんが食べてよ。戦いの途中でスタミナが切れたらどうすんの。だって頼りにしてるんだから。それってミュウ、俺に期待してるってことか。うわ、キモ。いただきます。教授、この味付けは。バカ、たくま、黙ってやり過ごそうとしたのによ。たくまさんって結構バカ正直だよね。すまない、味付けに重大なミスをしていたようだ。最後の食事だというのに。教授、すっごい落ち込んでるぞ。ハルは案外打たれ弱いということを忘れていたな。いやちょっとびっくりしたけど、食べられなくはないというか。たくま君、ごめんなさい。まさか教授の様子が面白くて。ある意味思い出に残る食事になっただろう。しかしまさかここまで壊滅的だったとは。刺激的な味じゃわい。ご飯まずい。でも残さない。せっかく作ってもらったんだから。葵さんならなんて言って食べたんだろう。そうだな、むしろ食べさせてみたかったな。まったく、こんな時にいないなんて、なんて間が悪いんだよ。葵さんだったらきっと笑顔で食べるよ。でその後こっそり味付けを整え直したりしてな。葵さんの言う世界を救うって、最終的には全部破壊しようとしてるんだよね。そうだ、この世界を支配する存在、主を倒して。俺さ、ちょっと考えたんだけどさ、葵さんが奴を倒してくれたら俺たちは助かるんじゃねえの。いや、彼女が主を倒した場合、現実世界の方にどんな影響が起こるのかは予測不能だ。それに今の葵には主からみゆきを助け出すつもりはないはずだ。全てを破壊するつもりじゃ。わしらの暮らしもどうなるのか。そんな、ここには遊園地から連れてきた小さい子たちもいっぱいいるのに。あいつらの寝顔、葵さんに見せてやりてえよ。あの寝顔見たら、葵さんだってもしかして。そうね、今だって
みんな幸せそうな顔で夢の中だものね。そんな簡単にいきゃ世話ねえけどな。今の葵が相手ではむしろ破壊行為を助長しかねないかもしれん。この世界をぶっ壊して何もかもを一つにすることが平和への道だって信じてんだもんな。僕はそんなの嫌だよ。葵が世界を壊しちゃうのは見たくないし、みんなが一つになったって嬉しくない。僕は僕のままタクマと一緒にいたいんだ。アグモン、僕も僕のままでアグモンのそばにいたいよ。よし、やめやめ、とにかく食おうぜ。腹が減っては戦ができんってね。ほらミュウ、食え、もっと食え、死ぬほど食え。あっ、うわっつ、お兄ちゃん。ああっていうか、それ俺食べようとしてたのに。食べてたら美味しく感じてきた。言われてみたら確かにそうかも。よし、しっかり食べるぞ。
僕の
じゃあ行くわよ、ヘルズゲート。任せておけ。いや、まだ息はある。タクマ、どけ。カイド。最後は、俺がやる。お兄ちゃん？おい、やるってまさか。早まってはいけないよ、カイト君。彼女は君たちの大切な仲間だろ。だからだよ、俺以外誰もできねえだろ。だから俺が。待って、まだとどめは。葵が少しでも妙な動きをしたら止められてもやるからな。その時は私もカイトに手を貸すつもりだ。わかった。ありがとう、カイト。葵さん、今ならまだ間に合う。無茶な考えはやめて、僕らに力を貸してほしい。今その力があれば、みゆきを主から取り戻せるはずだ。それにきっと、葵さんを元に戻すことだって。まだ諦めるつもりはねえんだな。カイト、ダメだ。こらえてほしい。お願いだ。でも、タクマ、葵さんは考えを変える気がないんじゃ。ええ、そうよ。だって正しいのは私だもの。今までずっと正しくないことを許してきたから、仲間たちが死んでいったんだもの。ここであなたたちを許せば、私はまた仲間を死なせることになる。それを止めようとしているの。どうして邪魔するのよ。葵さん、こんなの誰も、サキちゃんも喜ばないのに。勝手にサキちゃんの心を語らないで。おめおめ生き残ったあなたたちに、サキさんの気持ちが分かるわけがないじゃない。
それができるのは、サキさんの今の気持ちを知ることができるのは私だけなんだから。タクマ、もういいだろ。もう葵を苦しみから解放させてやりて。勝手な言い分ね。私の苦しみがどんなものかなんて知りはしないで。苦しみから解放させてくれると言うなら、私の望みを叶えてよ。全員私と一緒になってよ。葵、すまね。もうこれ以外に道はねえ。いいな、タクマ。葵さんを頼む。安心しろ、葵。元の世界は俺らが必ず。それどころじゃないんじゃない？あ？タクマ、変なもんが急に苦しみ出したよ。レナモン、どうしたんだ？私の体が、これは。レナモンが消えていく。これはまさか。まさか消滅。バカな。レナモンが一人でに消滅するわけがない。じゃあなんでだよ。レナモンが消える理由なんて一つっきゃねえだろ。姉さん、私はみゆきを守るって、守るって。みゆきせめてもう一度だけ私の名を。みゆき。たくま、レナモンが消えちゃうよ。私の大切な運命のみゆき、ずっとそばにいたか。レナモン。どうやら主はみゆきちゃんを完全に取り込んじゃったみたい。葵、いや、プルートも、てめえこうなるって分かってたのか。さあどうかしら。でもいずれがこうなる運命だったのでしょうね。このでも安心して、私が助けてあげる。助けるって。みゆきちゃんの持っているものすべて私が取り戻してあげる。そして私が目指す理想郷のために使ってあげる。今度は何だ。あら、早くもお目覚めということね。私も急がなくちゃ。待ちやがれ。どこへ行くつもりだ。一足先に主の元へ向かわせてもらうわね。それじゃあみんな、また後で。葵、おい、あいつはどこへ。
お兄ちゃん。なんだ？みんな急に消え。タクマ、みんないなくなっちゃったよ。ドラクモンたちも教授も。どうなってるんだ。とにかくタクマは僕と離れない。悪魔。ここは悪魔。よかった。タクマも無事だったんだね。ミノル、悪魔。それにみんなも。ここって一体？どうやらここが最後の関門のようだぜ。だが予定外なのは。聞こえるか？あれは、葵さんが主と戦っているのか。危うき者。しかれど、うぬも我が糧となるべし。やめるものなら、私が。私が理想の世界を作るんだから、邪魔するな。させぬわ。しまった。どうもこうもねえ。こうなったら主と決着つけるしかねえだろう。しかし姉さんも消えてしまった今、葵くんまで取り込んだ主とまともに戦うなど、ここは退避することも視野に入れるべきではないのかい。逃げるってことじゃなくてよ、一旦体勢を立て直すって手もあるぜ。カイトの言う通りだ。ここまで来て逃げ帰るなんて選択肢はない。ああ、どうせ逃げたって主とは決着をつけなきゃいけねえんだ。だったらここで叩いちまった方がいいだろうな。幸い主はまだ俺たちの存在に気づいていない。この機を逃す手はないかもしれんぞ。ああけど、それだけじゃない。僕は葵さんの仇を討ちたい。葵さん、最後に僕たちのこと。やっぱプルートモンになっても
葵さんの心は残ってたんだよな。きっとそういうことだよな。うん、だから僕らで葵さんとみゆきの仇を討とう。主はまだ僕らの存在に気づいてなかったよね。今のうちに一斉に。侵入者ども見つけたぞ。絶好の機、ウヌランモ。気が疲れた。やるしかない。邪魔をしないでちょうだい。見せてやる。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。僕の番だね。行くぞ。無限ドラモン、求めたパワーだ。暴れてやろうか。俺に任せておけ。これで傷を治すんだ。
私の手番です。やったか。いや、何か変だ。そこまでの手応えがない。むしろ主が急に苦しみ出したような。女声が変わっていく。おい、まさかこの声って、なあ、嘘だろ。あいつを乗っ取ったんだ。そんなことって、なんで急にこんなことになるんだよ。みんなのおかげよ、葵さん。ねえ、たくまくん、みのるくん、かいとくん、みゆちゃん、それに教授も他のみんなも、私のためにありがとう。本当にありがとう。私が主と一つに溶け合えたのはみんなのおかげ。みんながあいつを弱らせてくれたから。信じてたよ、たくまくんたちなら主に取り込まれてしまった私を心から愛おしんで仇を討とうとしてくれるはずって。なんだよそれ。思った通り、みんなは私のために怒ってくれた。主を倒そうと必死になってくれたわね。おかげで私を押さえつけていた主の力が弱まり、私はこんなにも自由になれた。そんなのありなのかよ。きっと私一人じゃ無理だった。やっぱり仲間っていいね。
私はやっぱりみんなのことが大好きよ。そんなみんなにお礼をしなくちゃね。あなたたちを私が作る新世界に歓迎してあげる。よかったわね、本当に。タクマ、タクマ、しっかりして。カイト、てめえもだ。ポケット口を開けてる場合かよ。ミュウ、だって私たちはまだ負けたと決まったわけじゃないの。ミノル、頼む、心を強く持つんだ。みんな、葵くんに利用されたことがあまりに心に辛いのか。さて、お話はこれくらいにして、これで下ごしらえはバッチリ。これで全てを一つにできる。さあ、私の新しい力を見せてあげる。タクマ見て、なんか開いた。これはみゆきが歌った時と同じ次元をつなぐ扉。これ元の世界に戻れるんだよな。どうして俺たちにこんなものを。帰りたければ帰っていいのよ。え、どういうことだ。だってどこに行ったってもう変わらないんだから。変わらない。あいつと分かり合えたおかげでいろいろなことが分かったの。クーレタ朝の壁画を見た。この世界も現実も獣神も人間ももともとは一つだったのよ。だったら元通りに戻してあげるべきでしょ。私にはそれができる。というかそうするべきよ。そう、私がしようとしていることは正しいことなの。それを私が実現するの。世界を正しくするの。全て一つになればもう誰も争わなくていい。他人も怖がらなくていいのよ。それは違う。違うよ、葵さん。ほら、みんなもあなたたちのことを呼んでいるわ。修二さんも、りょうくんも、さきさんも。おい、三人の声が聞こえるぞ。これ、空耳じゃねえよな。僕にも、確かに聞こえる。これが主を乗っ取った葵さんの力。ねえ、聞こえるでしょ。葵さんはこのうめき声に気づかないの。三人は僕らを呼んでるんじゃない。ただただ苦しくて声を上げてるだけだ。うめき声、そんなはずないじゃない。だって私は今最高にいい気分なんだから。その勘違いに今から気づかせてあげる。あなたたちもね。このまま元の世界に返してあげてもよかったけど、タクマくんたちは勘違いがひどいから仕方ないわね。まさかそう、みんなで一つになりましょう。くそ、やっぱりそうなるのかよ。タクマ、下手ってるわけにはいかねえ。迎え撃つぞ。うん、
分かってる。アグモン、みんな頼む、最後まで一緒に戦ってくれ。当たり前だ。邪魔をしないでちょうだい。俺に任せておけ。僕らの勝ちだよ。あれ、おかしいな。もしかして私また間違えちゃった。
気づいてくれた。変ね、もう間違えないはずだのに。間違えねえ人間なんていねえよ。俺だって散々間違えて、その度にお前らがそうじゃねえって正してくれたんだろう。お前のことだってもっともっと早くにそうしてやれりゃ。私はただ自分の気持ちを知ってもらいたかなのに、みんなに迷惑なら俺らの方がかけてきたから。だから葵さんが俺らに迷惑かけても全然全く問題ないから。お願い葵さん、うちまた葵さんのご飯食べた、一緒に寝たりお話をいっぱい、だからしてあげたいことたくさんあったけど、もうダメみたい。葵さん、葵さん、結局我々は姉さんも葵くんも助けることができなかった。葵さんは本当に間違ってたのかな。俺らもっと何かできたんじゃ。タクマ、タクマ、アグモン、どうした。あれ見て、まだまだ広がってくるよ。葵さんが開けた扉が広がり続けてる。おい、どうなってんだ。葵が消えたってのにこいつは消えないのかよ。このまま広がったらどうなっちゃうの。わからない。おそらく世界はこのまま融合していくのだ。ちょっと待ってくれよ。じゃあっちの世界も変わっちまうってこと。そうなるだろうな。葵さんが言っていた元々の形に戻るんですか。ある意味ではそうだ。しかし正しい方法ではない強引に始まった融合は様々な混乱をもたらすだろう。俺たちはどうなるのだ。憶測だが、君たちのような獣神も自由に私たちの世界へ行けるようになるはずだ。それってミュウと離れずに済むってこと。けどよ、人間たちの世界に俺らみてえなのが増えたらやばいんじゃねえか。きっと多くの人がその力に溺れてしまうだろう。葵くんがそうだったように。僕らと同じ仲間を悪いことに使う人間もいるってことだよね。
なら僕らは元の世界に帰らないと。その混乱で苦しむ人を一人でも多く救えるように、そして少しでも世界を救う手立てを考えよう。葵さんやみゆきのためにも、この世界で生きてきた獣たちのためにも、何より僕らの帰りを待つ家族と友達、世界そのもののために。くそ、まだやることがあんのか。でも俺らがやるしかないよな。うん、そうだね、うちらがやるしかない。うん、アグモン、お前たちも手を貸してくれるよな。うん、もちろんだよ。当然のことだ。俺たちパートナーだろ、カイト。ミュウを一人になんかできないわ。ありがとう。それじゃあみんなで。待ってくれ、私はこの世界に残ろうと思う。教授、どうしてだよ。ああ、私は結局姉さんを救えなかった。それだけではない、レナモンのことも、それに私の、とにかくその弔いをするためにも、彼女が過ごしたこの世界で過ごす。それに私はこの世界に残る姉さんの痕跡をたどりたいんだ。本当にそれでいいの？姉さんがいなくてももはや扉が閉じる様子はない。世界は遅かれ早かれ徐々に融合していくだろう。だから私のことは気にしないでいい。むしろ君たちを見送らせてくれ。笑顔でね。タグマ、こうしている間にも扉がどんどんでかくなってるぞ。さあ行きなさい。はい。これで元の世界には戻れる。でもどんなことになっているんだろう。それを確かめに行こうぜ。そして俺たちに何ができるのか考えるんだ。パートナーたちと一緒にな。やることはまだまだいっぱいありそう。そうだね、きっとたくさんある。大丈夫だぞ、僕もいっぱい頑張るからな。ありがとう、アグモン。それじゃあみんな手をつないで。行こう。皮肉なことに、正気を失っていた葵さんの言う通り、巨大なゲートでつながったこっちの世界と元の世界は不思議な均衡を保っているようだった。図らずも破壊から免れ、世界の維持に生贄も必要ではなくなり、まるで最初から一つの世界であったかのように存在している。しかし獣神、いやモンスターたちが現実世界に放たれた。人類が心の準備をする余裕もなかった。それは善人も悪人も関係なく等しく降りかかった事実だ。モンスターの力を手に入れた人間は必ずしもその力を正しく使おうとはしなかった。そのため
世界にさらなる混乱をもたらした。また全ての人類やモンスターがお互いのパートナーと出会えたわけではなかった。多くの人間はパートナーとなり得るモンスターに出会うことはできず、そのせいかパートナーと出会えない人間はパートナーを持つ人間を恐れ差別するようになった。パートナーを持った人間の多くは捕らえられ収容所に隔離されることとなる。そしてほどなくして世界は破壊と混乱に包まれることとなる。早く！こっちだよ！待って、もう走れない。待ちやがれ、この化け物使いが。化け物が！やめて！その子に乱暴しないで！その子は僕の大事な友達なんだ！手間を取らせやがって。危険分子は隔離するんだよ。やだよ！誰か助けて！抵抗するんじゃない！こんな奴ら、さっさと殺しちまえばいいのに。僕にもっと力があれば。その子を放すんだ。なんだ貴様らは。妨害か。公務執行妨害で逮捕するぞ。タクマ、話が通じる相手じゃねえよ。さっさとぶちのめすぞ。仕方ない。何をごちゃごちゃと。一丁上がり。よし、とにかくこの子を保護しよう。どう、タクマ、ミノルたちから電話だぜ。俺の情報確かだったろ。どう？うまくいった？まあ大丈夫。これから引き上げる。お兄ちゃん、また無茶してない？するわけねえだろ。優しくぶちのめしてやったぜ。ぶちのめしてんじゃないの。もういい加減その短期直してよ。こないだ教授にも言われたでしょ？あんまり無茶するとそのうち痛い目に。ああ悪い、子供の保護があるからもう切るぞ。ちょ、お兄ちゃん。ふう、すっかり口うるさくなってきて困るぜ。ったく、誰に似たんだか。でもミュウはすごくしっかりしてきたよね。ここのところ教授ともよく連絡取ってあれこれ相談してるみたいだし。それもどうかと思うんだよ。ゲートは開きっぱなしで、あっちの世界にいる教授ともいつでも携帯で連絡取れるっつったって。あっちはあっちで忙しいだろうし、相談なら俺に言えばいいってのに。とこいつ、あの、お兄ちゃんたちは。あ、ごめんね、ほっといて。安心していいよ、僕らは味方だから。でもこれを見たらわかるかな。あ、ね、そういうこと。なあカイト、俺にもあの悪いやつを殴らせろよ。ダメだって言ってんだろ。やりすぎたら
またミュウに怒られる。お兄ちゃんたちは僕たちと同じ。今まで辛かったね。でも大丈夫。この世界には君と同じ境遇の仲間たちがいっぱいいるから。だから気をしっかり強く持って。僕らがパパやママのところへ送ってあげる。無理だよ、パパもママも収容所に連れて行かれたから。そうか。なあ、両親を取り戻したいか？もちろん。でも僕じゃ弱っちくて。俺たちについてきたら力の使い方を教えてやるぞ。え？そうすればいつか必ず救い出せる日が来るはずだ。うん、連れて行って。この子も一緒でいいんだよね。当たり前だろ。俺たちがいろいろ教えてやるからな。よし、今日から君たちも僕らの仲間だ。タクマ、行くぞ。そろそろ奴らに気づかれる頃だ。ああ、行こう。なあカイト。ん？葵さんが目指した理想の世界、みんなが調和した優しい世界を目指して頑張ろうな。言われなくても分かってるっての。あいつはやり方を間違えただけで、目的も考え方も間違っちゃいなかったからな。俺らなりのやり方で葵の理想を叶えようぜ。うん。